大城博満の俺流チャンネル。練習をサボって映画館によく行かれたという行くとこないから映画館に入り浸ってたっていう、そういう話ですよ。野球と映画どちらが楽しかったですか？俺流チャンネル。おいくつぐらいからその映画っていうのを、まあ、見に行かれてたんですか？小学校入る前、村でね、芝居小屋みたいなものがあってね、そこで毛布持ったり食べ物持ったりして映画見たっていうのが最初かな。チャンバラ映画だね。それは毎月なんかやったりするんですか？いや、毎日やってるわけじゃなくて、月に1回とか2ヶ月に1回とか、そうやって回ってくるっていう感じ。でもやっぱりそういう見られて、やっぱり映画が好きになられたっていう。いや、その頃は映画っていうのはそんな興味なかった。来たから見に行こうかって連れられて行って、途中で寝てたような感じだったとは思うけども。俺流チャンネル。その高校時代、野球を練習をサボる映画館によく行かれたということ。その頃は野球部にいないもん。学校にも不登校してた時期だから、2週間くらいとかね、そういう時に行くとこないから映画館に入り浸ってたっていう、そういう話ですよ。不登校っていうのは野球部辞めたから、で学校行けば練習出てこいって言われるから、行ってもぶん殴られるだけだからな。こんなもの行きたくはないっていうやつで、だったら練習出ない方法は何かって言えば、学校に行かないっていうのが一番いいだろうっていうことで、苦肉の策じゃね。ちゃんと自転車乗って帽子かぶって、カバンには弁当と教科書入れて家は出るんだよ。あ、行ってきますと。行ってきますと。それで2週間後に学校から連絡があってね、なんで2週間も学校行ってねえのかっつって、親が一升瓶2本持って学校に、この度は申し訳ありませんでしたっつって謝りに行くっていう、このパターンが高校1年2年続いたな。その頃にやっぱりかなりの本数の映画を見られてますか？結構見てると思う。何百本って見てるんじゃないのかな。一番その頃思い出に残ってる映画って何ですか？いや、中学校卒業した時だと思うけども、チキチキバンバンっていう映画があったんだ。それが洋画を見るきっかけだったっていう。へえ、こんな映画ってあるんだっていうのがね、自分の中では一番頭の中に残ってるっていう。車が走ってボートになって空飛ぶんだよ。もう50年以上前の、53年くらい前の話だけどね。そんな発想ってそうはないじゃない。洋画ってすげえなっていう、それが洋画に取り憑かれた原因かな。俺流チャンネル。時代によって見られるもの違いますね。時代によっても。高校時代が一番見てた。学校サボりながらね。ジャンルは全然ところ構わず。映画館によって、ロードショーってなかったから、あの当時1本っていうのはなかったんだ。必ず2本立て、あとは3本立てで、3本見るってことは大体6時間見るってことだからね。それは中継あったら、休憩あったら7時間くらい、それを2回りくらい見るわけだから、そうするとちょうど朝の10時くらいからで、家帰る7時8時くらいちょうどいい時間になるっていう。それは映画館をはしごされるわけですか？いや、同じところで見る。で、今日はこの映画館、次の日はこっちの映画館っていうね。だから授業料も使い込みしたよ。あ、映画代に。映画代に。当時は授業料は自分で学校に持って行ってた。ああ、そういう時代。3000円か3600円くらいだったかな。月謝。ああ、月謝。
じゃあその時映画はおいくらぐらいだったんですか？映画はいくらだったんだろうな、そんな高くはなかったと思う、最新作じゃなければね。そこから本当に映画にどっぷりハマっていかれたんですか？いやでもね、一番見たのは高校生の時かな。高校生の時に一番思い出に残ってるやつは何ですか？ローマの休日かな。あれと白い恋人たち、オリンピック映画ね、ちょうどそれがセットで来てた。であれは7回くらい見たのかな。でも映画っていうのは面白いな、現実の世界と違ったものがあるっていう、時代の先に行ってるのと時代を戻した映画ってのあるでしょ。この時代ってはこういうもんだったのかなとかさ、感心しながら見てたっていうのがあるし、でも007だけはずっと見てたような気するね。やっぱりショーン・コネリーが一番良かったね。ロジャー・ムアの方がショーン・コネリーより年上なんだけどね、ある意味トラさんと一緒で筋書きは大体わかるんだ。他の映画って見てみないけ、ああこういう映画だったのかなっていうのがあるでしょ。シリーズ化されたっていうやつは大体パターンが決まっててね、トラさんなんかいい例だよね。トラヤが出てきて、でそこへ帰ってきて恋に落ちて振られて、また最後旅に出て、それで終わるっていう、それは年に2回で、あれで例えば結婚したら、なんでトラさん結婚しちゃうのかよっていうふうに幻滅したかも分かんないけど、あやっぱり振られたんだっていう変な安心感みたいなものがある映画と、予想と反した映画っていうのもあるしね。007とかトラさんなんか一応全部見られた？ほとんど見てる。まあ、この前007見たけども、この先映画のネタバレがあります、ご注意ください。まあ、この前007見たけども、主役死んじゃったからね、で新しいやつで何年後か後にはまた出るんだろうけども、007の主役が死んだの初めてじゃないのかな。劇中で死んじゃうっていうのはね。日本を代表する三船敏郎とジョン・ウェインの似たところ、何を演じてもそのまんまなんだ。現代ものやっても戦争映画やっても、ジョン・ウェインはジョン・ウェインであるしね、何をやっても同じように見えちゃうっていうね。でそれはそれで見ててやっぱりかっこいいなっていうふうに思うっていう。俺流チャンネル。映画を作られてる方とお会いされたら、何か見つかったものってありますか？ああでも映画の話ってそうはしないよ。でも映画見て、 あそこはこうだよな、ああだよなっていう話はすることはあってもね、普通はあそこは送っていく場面じゃないのか、そこでさよならするのかよとかね、そういう話は何回かしたことあるけども、その映画の批評とかなんかっていうのはしたことない。自分で見て、ああこれは面白かったな、これはつまんなかったなっていうような、その感想はあっても、信子さんと初めて見られた映画って何だったんですか？スキーの映画か、なんだった？俺2本見たのは知ってんだ。2人で行った時はね、スポーツ選手はね、女性の方が、ああ、格好の選手だ、格好の選手が怪我してな、怪我でね、うん、悲しい映画だったね。あれずっと手握ってたよね、最後の最後。あれが最初か、うん、映画の端をするのもったいないから。だから息子も大きくなった時は3人で新宿の伊勢丹の近くか、朝早く行くと2本ぐらい見えて、お昼は銀座アスタで飯食った。銀座アスタで好きなもの食べて、腹ごしらえしたら今度午後の日、それでね、夜ヘトヘトになって、結局何の映画がどうってね、頭の中で錯綜しちゃって、わけわかんないの。でもね、遊ぶ時はもう徹底して遊ぼうよ、時間をそこに積み込んでいこうってのがね、中途半端で帰ってくるってのなし、うん、だから1本で帰ってくるってことはない、はい、必ずそこには飯付きでね。
見て飯食って見て晩飯食って帰ってくるとかね。こだわりはその吹き替えじゃなくて必ず字幕ですよね。字幕。これは何か理由あるんですか。いや生の声を聞いた方がいいじゃないぜっていうやつ。字読んでると画面を見損なうっていうことはあるんだよ。あるんだけどもその人の声をそのまま聞いてるっていう方がいいね。字幕で見てると字も覚えるし時たま分かんない感じいっぱい出てくるけどね。最近分かんない感じばっかりだけど アストンマーチンを踊られたのは007の影響ってあるんですか。 あると思う。前も話したけどもベンツが主流な時に妻がアストンマーチンないっていうところからの話であってね。まさかアストンマーチン乗るとも思ってなかったし。俺流チャンネル。まあ、映画館っていうのは監督にとってはいろんな意味で思い出の場所だと思うんですけども。憩いの場、現実から離れられる場所、それが学校と映画館のつながり。学校行けばこういう嫌なことがある、映画館行けば画面見て自由にそこにいられるっていう。俺これだけは不思議なのはね、学校1日2日サボるやつって結構指導員に捕まるんだ。俺3年間1回も捕まったことないんだ。だって1年2年の時に出席日数足んなくなるから学校出てこいって言われたくらいだから。学校サボってちゃんとして学生服着て帽子かぶって自転車乗ってカバン持って指導員に1回も捕まらなかったなっていうのはこれは奇跡に近いような気がするよ。映画館に入るときは一応いやいや、そのまま逆に堂々としてたからあれかね、捕まんなかったのかね映画館っていう建物の中に入ったから映画館までは見に来なかったのかなって思いながら。でも見る場所っていうのは一番後ろの一番右側か一番左側なんだ。真ん中では絶対見なかった。野球と映画どちらが楽しかったですか。それは映画の方が楽しいです現実離れしてるんだから。野球は自分がやらなければ動かないわけでしょ。始まらないわけじゃない。練習するっていうのは きついっていうばっかりだってね。レギュラー取るために練習したっていう話する次元が違う。どっちが楽しいかっていう好きな番号ってありますか。6。最近なんか全く分かんない言葉ってありましたか。テレビのニュースでやってる言葉ほとんど分かんない。横文字にされると